皆さんこんにちは、神谷芳恵と言います。中川武蔵商店のフードアドバイザーをしております。また大分県宇佐市にあります生活工房唐辛子の代表もしております。今日は奈良クラブの選手の皆さんと一緒に明日飯を作ろうと思っています。手軽にできて栄養も取れる、そんなご飯を選手の皆さんに食べていただきたいと思って、知恵を絞りながら今日は一緒に料理をしていきたいと思っています。ぜひ皆さんも一緒に作ってみてください。どうもこんにちは。今回はフードマイスターの神谷芳恵さんとともにアスリートに向けた食事、朝飯を作っていきたいと思います。僕自身朝昼晩3食自炊で行っているので、こういった機会に栄養バランスの整った食事を教えてもらえることにすごく感謝してやっていきたいと思います。頑張るので応援よろしくお願いします。僕はこれまであまり自炊をしてこなかったんですけど、最近おうち時間が増えて自炊する機会が増えてきているので、今回教えてもらう明日飯をしっかり学んで自分のこれからのレパートリーに加えていけたらいいなと思ってます。楽しく料理していきます。よろしくお願いします。アスリートにとって自己管理はすごく大切で、中でも食事管理はすっごく重要だと思ってます。僕自身も結構自炊はするんですけど、まだまだ初心者なので、今回よしえさんにたくさんのことを教えていただきながら、これから活かしていければなと思います。それではまず、買い物行ってよしえさんと一緒に作っていきたいなと思います。それではレッツクッキング。今日はボトルワールド OK さんに買い出しに来てます。ではレッツゴー。で今このウイルスなんでマスクとアルコールウォッシュでやっていきましょう。カゴ忘れました。行きましょう。明日飯っていうことでおにぎりなんで、僕はおにぎりに合う食材一番大好きなんですよね、たらこ。選ばせていただきます。今回はおにぎりに使う食材として僕はこのスライスチーズを入れたいと思います。まあ、チーズ大好きなんでこれ一緒に使いたいと思います。これかあったおにぎりに合わせる具材にポークランチョンミートが必要なので、これを買いたいと思います。僕ね、結構普段から業務スーパー使わせていただいてるんですけど、とりあえずやっぱ安い、何を言っても安い。でそしてね、もう見たら分かるんですけど、なかなか見えひんようなね調味料いっぱいあるんですよ。僕自炊大好きやから、まあ、こんだけ調味料揃ってて安い店あったら、そら来へんわけよ ないよねって。全て買い出しが終わったので、これからレジに向かいたいと思います。美味しい料理作るぞ、ワクワク。買い物終わりました。まずアルコール消毒、これは忘れずに。この後、よしえさんと一緒に明日飯を作っていくんですけど、よしえさんが驚いて腰抜けるようなやつ作ります。期待しててください。では行きましょう。みなさんこんにちは。こんにちは。今日は一緒に明日飯作っていきたいと思いますので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。私の願いは奈良クラブを食で元気にするっていうことなので、ぜひ選手たちに頑張ってもらいたいと思っています。はい、じゃあ今から手を洗うとこから始めたいと思います。今一番大事なものですね。はい、にぎりにぎぼしごしごしぼしぼしょうへんウォッショーヘンズ、ここしかわからん。あ、そうですそうですそう。さすが洋平くん。どうも。作っ
作ろうと思ったのがランチョンミートでおにぎり的なもの、それとサラダチキンでサラダ的なもの、そしていつでも手軽に食べられるようにっていうことで煮卵を一緒に作っていきたいと思うんですが、あとお好きな材料を揃えてくださいということだったと思います。どんな材料があるか見せていただきたいと思います。僕はタラコが大好きなので、はい、タラコとキムチ、はい、この2つを、はい、合わせていきます。はい、僕はおにぎり的なものにチーズと、あとサラダにハムですね、ハム、はい、を合わせていきたいと思います。あと水菜か、はい、水菜です。いた、すいませんアクシデント入りました、すいません、はい、僕がおにぎりに合わせる具材が、はい、キムチ、サラダチキンに合わせる具材がトマトを選びました。はい、まず煮卵を作るので卵を用意してください。はい、3個でも2個でもいいです。4個欲張りだな、4個。今から卵を茹でていくんですけど、小さな鍋にお水をちょっと多めに入れていただいて、沸騰してからこの卵を入れていきます。はい、ただしこの間もゆっくりはできないんですよ。煮卵をつけるタレを、はい、その間に作っていきたいと思います。皆さんに今日お伝えしたいやつの鉄則って、必ず調味料は計量してください。ね、皆さんアスリートですから、塩分取ったとか糖分取ったとか気にはなると思うんですね。その時に測って食べれるのと、測らないで目分量でいくのは随分違うので、測る癖つけてください。はい。で、お醤油を大体卵の個数と一緒にしていただいたらいいので、2個の人は大さじ2杯。みりんも同様に3個の人は3杯。みりんは今日初めて開けます。ちゃんと本味に買ってきてますよね。みりん風調味料それね、みりん風調味料と本みりん別物なんですよ。グログロ、ほんまですか。本みりんだよ、はい、本みりんは正解。本みりんですよグロー。みりん風調味料は違う、偽物。今日はじゃあみりん風調味料でいかしてもらいます今日はそれでいいです。でそこに、お水も3個の人は3杯。こんな入れ方ある？何でもいい、はい、グロと俺多分一緒や。この入れ方斬新やなこんな入れ方ない。俺はなかなかポリッチやな。そこに、お砂糖、私の鉄則に計量の次は必ず味見をする。はい、味を見て美味しければ美味しいものが作れるけど、その時点で美味しくなかったら美味しくないものしか作れません。なので必ず味を見てください。そろそろ沸騰したと思いますので、そこに卵を静かに入れてくださいクロリ美味しかった説明してる時に味見すなよ。ごめんなさい。グロ、全然大丈夫。吉江さんの説明あったから今次に作るサラダチキンの準備をじゃ あのその間にしておいてください。あ、俺紹介し忘れとったもやし。いやスタメン発表できてないグロ、それはやばいやばいこれはほんまにやばいじゃあトロトロの人はそう、卵の殻を剥いてください。はい、あ、ちょっとなんかやばいことになったかも。わかりますかね、この地獄絵図みたいなもうその時は食べた方がいいと思う形崩れてもてるやん、グロこれ完全にミスった。これ食べた方がいい、食べた方がいや、お皿に取っといてもいいよ。今晩の卵かけご飯用に取っとくとか。はい、抜けたやつ、はい。食べてる。あれ、おい、抜けたやつ、うつせ言うてんのに食べんな、グロ。抜けましたー。はい、じゃあその抜けたやつはそのまんま、お醤油が入ってる袋に入れてください。はい。絶対にこれは綺麗に向けた芯を取らないといけない。あはは、やっちゃった。え、壊れてるやん、また
食べます。クロ今日煮卵よ。クロ今日はゆで卵ちゃうで。ごめんなさい、勝手に一人煮卵やめて。やばい、完璧完璧入った。焦ったらあかん。シュートと一緒、サッカーのシュートと一緒。おっしゃー、剥けました。よかった。ちょっと割れてるけど、いやー、4個作ったはずがなんか2つ減りましたね。で、早くは味がつきやすいので空気抜いて閉じてください。はい、できました。ぜんざいみたいになってる。煮卵やって、そんなんやめてよ。一緒のメニュー作ってるやん。やめてよ、一人だけぜんざいやんとか、そういうの。サラダチキンはみんなそれぞれ好きなように調理していただいて、自分でサラダを作ってください。こいつです。レタスさばいていく。え、みんなキャベツとかあんの？トマトとチーズだけやねんけど。それでも大丈夫。大丈夫。オッケー。いや、私タミヤさんのドレッシングが気になるんだけどな。今日はポン酢とマヨネーズと白ごまでちょっと夏っぽくいこうかな思ってます。何もや。すごいね。もうこの間のツイッターのドレッシング載せられないっていうのも気になってしょうがなくて。フードマイスターどっちですか？フードマイスターどっち？そっちかも。ドレッシングまで作る。陽平くんの今のそのサラダの感じをちょっと表すならどういう感じですか？カオス状態です。ちょっとこれ まとまるかどうかわかりません。はい、いや、そういう方が一番まとまったりするから。できました。ハムと水菜のサラダチキンのサラダです。さすが。うまそう。マジでうまそうやん。さすが。ガチなやつやん。ちょっと待って、これやばい。赤と白しかない。いや、大丈夫。僕、色合いでパプリカパウダーかけるっていう裏技使っちゃった。それはでっこいわ。パプリカパウダーあんの？ガーリックシュリンプで使うんすよ。ガーリックシュリンプ、そんなんせこいわ。俺もなんか探す。俺もサラダできました。ちょっと緑探す。韓国のサラダイメージです。はい。美味しそう。めっちゃうまそう。あ、なんか、これは。めっちゃうまそう。うまそうです。西村君、大丈夫ですか？映ってますかね？あ、見える。あ、美しい。美味しそう。トマトとチーズとサラダチキン。あとちょっと緑足りなかったんで、ちょっと。バジルのパウダーがあったので、振り返ってみました。ラップ敷いて、ご飯を乗せて、そこに焼いたランチョンミートと卵焼きを乗せる感じ。卵焼きは今から簡単に作ります。これ、普通にありそうなタッパウェアです。これに卵2個割って入れます。そしたらもうこのまま電子レンジで1分ぐらい、はい、で1分経ったら1回かき混ぜてもう1回1分ぐらいです。はい。不思議な感じ。バレました？バレた。危な危な。こんな感じですか？あ、そう、いい感じです。これ、ランチョンミートを焼いたやつに挟んでいきたいと思いますので、このまま冷やしておいてください。はい、で、その間に
ランチョンミートを切ります。これどうやって出してるんですかね。確かにこれね、教えてください。振ったら出てきます。カモンベイビー。あ、いい感じで出ました。あ、出た。そしたらそれを自分の好きな厚みに切って焼きます。はい、ちょっとすいません、リアルそんなことある。すいません、僕らちょっとカットでじゃあ私たち2人でやろう。アクシデントで。アクシ、アクシあ、出てきたすごいな。ほな、切っていきます。はい、きた。切って焼きましょう。で、この焼いてる間にラップ敷いてご飯乗せてください。西村選手はどこに消えたかな。あ、戻ってきました。聞こえますか。聞こえます。すいません、心配してました。ラップの上にランチョンミートを乗せて、卵を乗せて、うわ、これのたらこってやばいんちゃう。で、たらこを乗せて、うわ、これはやばいです。そして、おにぎり乗せて、そして、上手にくるんでください。ほら、こんな感じ。うまそう。結構自信作が今、握られてます。で、海苔があったら海苔をこうやって巻くと、こういう感じ。え、待って、いや、ちょっと待ってくださいよ、これどうした？開けるまではすごい完璧な予想やったんですよ。はい、開けたらなんか現実がすごい押し寄せてくるっていう。ただめちゃくちゃうまそうっていうことに変わりないです。じゃあ、いけた、できました。僕もできました。ランチョンミートおにぎりです。チーズを添えて、はい。煮た卵もちょっと出していただいて、お皿に切っていただくといいと思います。来た、できた、完成しました。はい、僕も完成しました。今日みんなで料理をしながら思ったんですけど、やっぱり性格も出るし、キャラクターがいい感じで出てると思うので、ぜひそれをサッカーに活かしていただきたいなと思います。みんなが元気になってもらえたらいいなっていうのが私の願いなので、今日のこのメニューは一応タンパク質をいつも意識して摂ってもらいたいっていうのと、糖質、やっぱりエネルギーになるものは必要なので、ご飯とかパンとか手っ取り早いなと思っているので、レンジで温めたらいいだけのご飯でもいいし、たくさん炊いて冷凍しとくのでもいいので、卵なんかも作り置きがあればいつでも食べれると思うので、前の日に作っておいて冷蔵庫入れておけば、あの翌日レンジで温めて食べてもいいとか、練習から帰ってきて食べてもいいとかっていうようなイメージで作りました。なのでこれからもぜひ活用してください。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。では手を合わせてください。いただきます。いただきます。